怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあ、こっちよ。そこを離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、受けて立つ。来い。よし、思いっきり戦うぞ。ダメ、この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。あそこにさえたどり着ければ。
丈夫。あの光へ向かうのよ。そこから早く逃げて。やだやだやだ、お姉ちゃんと一緒じゃなきゃ。何してるの、早く。ダメだ、もう抑えられない。愛がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。お姉ちゃん、助けなきゃ。でもダメだ、進めない。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、この詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー、雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。ごめんなさい。チッ、わあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ鹿野市で震度3の地震がありました。これここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よしみんな、そろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てれん。たくま。ああ、なんでもない。
くん、今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もうまたそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。ミノルくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？まただよ、また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ、私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜ、たくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。
プに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。あ、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって、人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえよ。
見て、この桜綺麗ね。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。うん、そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。パトカーが？参ったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。なあ、たくま。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
れ。あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎者が。亮ったらちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ま、ちげえよ。くっ、田舎者って失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。ひ、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュウ。お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。亮だってあれ苦手じゃない。亮もさ、ついでに見に行かない。きっ、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、みゆだったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。だいたい何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあタクマ、どうする？待ちなさい。ん？どうしたの葵ちゃん。こ
ここから先は落石とかあって危険なのよ。大人の人の指示がないところに勝手に行っちゃダメよ。もう葵ちゃんは硬いな。硬いんだ。そうそう、カッチコチにね。葵ちゃんは生真面目だからね。何を言うの。そんな堅物のままじゃモテないよ。このお姉ちゃんモテてるじゃない。ほら、男の子二人も連れて。あ、そっか。だから。ああ、日頃いじられ慣れてないから葵さんもう真っ赤になってな。大地さん、危険な場所なら侵入禁止になってるでしょ。それにこれだって自由研究の一環じゃない。獣神様の社は別に危険じゃないよ。土砂崩れでそこの道は通れないけど大丈夫なの。うん、その道とは別の道があるんだ。土砂崩れの方角と違うから平気だよ。ですけど、それとこれとは。じゃ、お先にね。亮も何黙ってんのよ。うるせえ。ああ、言っちゃった。結局聞く耳持たずか。もうあんなのほっとこうぜ。葵さんもさ、そんなしょげてても仕方ないだろ。しょげているわけでは。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか誰かの指示があるまで待とう。それかこのまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい。あ、誰か来たぞ。ほら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もう、ミノルくんたら。今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの。この地方に伝わる
獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？うそだ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山ん中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それははい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か。地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。ん？なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで、守ってあげたような。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか？おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね、猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノル君、失礼よ。いやでも
あれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミウはどこに行ったんだ。ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている。任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちが葵さん。僕は引率の修士、よろしく頼むよカイト君。ん？なあみんな、今って春だよな。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。え、本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに、こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね、室内じゃないけどこんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。さっきたち、こんなとこ通って行ったのか。葵さん、大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。ええ、大丈夫。雪のせいかしら。ここ外よりも寒いくらい。ミユのやつが一緒だったなら気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな、ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？ほら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。
怖え。ああ、もうやめてよミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん、でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして。もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって、子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。あっ、何、トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな、外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。この花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？Thank you.
い、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りに咲たちはいないようだな。神社はこの奥か。こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね。サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ。きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類？ちょっと判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろ。でもさ。写真を撮ることも必要かもしれない。どういうこと？撮影しながら周りを見ていれば何かに気づくかもだし、見落としたものがあったら見返すことができるだろ。なるほど、そういうことなら、まあ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。ああ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ。タコを祀ったのとか、曲がった巨木とか。あと割とポピュラーなので、エッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もう、ミノルくんってば。それにしてもここって、今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？
さあどうだろうな。さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。
なんだこれ。結構大きいな。すごい。これは遺跡？随分と古いもののようだ。なあ、これが何か知ってる？いや、こんなものがあるなんて聞いたこともない。神社のすぐ裏だし、いくら禁足地とはいえ、誰かから話の一つでも聞いていてもおかしくない。おかしくないはずだが、ミユのやつ、もしかしてこの中に入ったのか？いくらなんでもこんなところに女の子が入ったりは。いや、あいつのことだ。きっとこの中に入ったんだろう。それに先だって入っちゃいそうじゃない？面白そうとか言って。確かに。ミュウ。あ、だから勝手なことは。待て、カイト。一人で行くな。もたもたしてられっか。ミユに何かあったらどうすんだ。しょうがない。僕らも行こう。おーい、サキー、リョウ、いたら返事をして。いたいた。あ、どうしたの？急いで行くから心配したわ。ああ、すまない。あれは。つうか、圧倒されちまうな。ええ、なんというか、とても神聖な感じがするわ。おい、そんなにあっけに取られてるんじゃねえよ。俺らの目的は違うだろう。ああ、そうだったそうだった、ごめんな、つい。なんでだろう、これすごく気になる。たくまくん、よしましょう。なんだか怖いわ。ま、先にあいつらを見つけてからにしようぜ。それも、そうか。あ、どうも、はじめまして。誰？そう、君たち、ここは入ったらダメな場所だぞ。何をしているんだ？僕たちは、
そういうあんたこそこんなとこで何してんだ。ん？ああ、心配しないでくれ。怪しいものじゃない。私はこの地域に伝わる獣神信仰を研究しているものだ。この祠は獣神信仰にゆかりのある場所でね、許可を得て調査をしていたところだったんだよ。研究…調査？もしかして学者さんですか？ああ、専攻は日本古代史で、この近くの大学で日本史学研究の教鞭を取らせてもらっている。じゃあ教授さんなんですか？私なぞ学会では異端視されていてね。いや、君たちにこぼすような話でもないか。それで君たちはこんなところに何をしに来たんだい？ああ、それなんですが、俺は他んとこ探してくるわ。あ、こら！修二さん、修二さん、とりあえず好きにやらせときましょう。
うわ、なんだなんだ。あ、この子ミュウちゃんじゃない。どうしたんだ、何があったの。なんか変なのにいきなり出くわして逃げて。あ、サキちゃん置いてきちゃった。今の声、サキ。そうと、さっきの神社の方だ。おい、行ってみようぜ。なんだこの霧。確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。これ迂闊に飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。それよりサキ様、さっきの悲鳴って一体。こっち来ないで。何。何かに襲われてるの。痴漢とか。こんな山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。うん、なんかうごめいてるぞ。って、おい、なんか今光らなかった。さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。それにしてもなんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。おい、サキ、リョウ、大丈夫か。待って、何かいる。動いてるぞこいつ。なんだって、そんなバカな。またあの音だ。この変なやつが出していたのか。さっき悲鳴が聞こえたが、ミュウ、そこにいたのか。え、お兄ちゃんが、なんで。待ってて、サキさん、今助けるから。ん、アオイちゃんなの。待って、こっち来ちゃダメ。早く助けろよ。します。来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。まずは話しかけてみよう。そうだよ、子供が何かかぶってふざけてるんだろう。おい君。待てよ修二さん、子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。修二さん、危ない。
クマくん。なんだこいつ、カスってこれほどなんて、とんでもない力だ。大丈夫か。あ、すまない、君に救われた。危ねえ、逃げるぞ。近づいてきているぞ。あれ？なんだ？フラフラする。それに霧も濃くなってきた。みんな大丈夫か。みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。うわあ、シュウジさんどうしました。
助かったのか。ここ神社の下なのか。そうだ、みんなは無事なのか。て頭がズキズキする。いないのか。通話可能エリアの外。ダメだ、電話は使えないや。今何か動かなかったか。岩みたいなやつなのか。音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、ゆっくり近づいてみるか。できるだけ刺激しないように。あれ、いない。どこ行ったんだ。あ、草むらの中、草が避けてるとこがある。まるでそこに何かあるみたいな。見えないけど何かいるのか。さっきも似たようなことがあったような。急に見えるようになったような。ちょっと様子を見てみるか。全然見えないし、こんなところでゆっくりしてられない。確か見えないものが見えるようになる前に何かを使った気がするんだけど。
スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。撮影したら姿が見えるんじゃないか。よし、やってみよう。なんだ今の。一瞬だったけど確かに何かいた。これなら見られるんだな。でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。辺りをスマホで見てみるか。手がかりがあるかも。この生き物は。変な生き物。しゃべってる。うわ、こっち来るな。こんな生き物見たことないぞ。一体何なんだ。何なんだこいつは。呼ぶなよ。僕にはタクマって名前があるんだ。とにかく離れろって。
答えになってないって。いや、それより待っていたってどういうことだよ。そう、僕タクマのことずっと前から待ってたんだ。どうして？どうしても何も、どうしてなのかな。それを聞きたいのはこっちだって。少なくとも僕はお前と違う。僕は人間だ。まだ子供だけど。人間の子供、初めて見るのに何だか変な感じ。たくまに会えて嬉しい。それ意味わかんないよ。いいか、コロモンとか言ったな。よーく聞けよ。僕はもう子供じゃないぞ。中学生なんだしな。中学生って何？それは大人ってことだ。それは違くて、とにかく子供じゃな。子供じゃん。ほらほら、そうやってすぐムキになるところも。うるさい。いいからこっち来るな。うまくあいつを振り切ったぞ。しかし一体何なんだ。あんな生き物見たことないし。それなのに不思議なもんだな。そんなに怖くはなかった。じゃないよな。え？こいつ、僕らを襲った岩のやつか。ここにいたのか。この距離では逃げ切れない。だけど見た感じ足は鈍そうだし。よし、ここは一気に。絶
うわあ、また飛びかかってきた。ててこいつ。まずい、また突進してくるつもりだ。構わずにお前も逃げろよ。だって僕はタクマを守らなくちゃ。ダメかも。あ、まずい。もんか。タクマって頼もしいな。けど危ないかも。コロモ、せめてお前だけでも逃げろ。そんな、タクマを置いて逃げられないぞ。だからそれはお互い様だって。説明のピンチなのに笑いが出るなんて余裕だよな。僕もなんだかやれそうな気がしてきた。タクマ、僕行かなくちゃ。え、おい、一体何を。大丈夫、タクマ見てて。僕の番だね。
かげでどうにか勝てた。衣、すごい戦いだったな。なんて無茶なことをするんだと思ったけど、まさかやっつけちゃうなんて。たくま違うよ。今の僕はアグモンだよ。アグモン？コロモンじゃないのか？うん、コロモンだったけど今はアグマン。よくわからないな。でもとにかくまずはお礼を言うよ。助けてくれてありがとうな。お礼を言いたいのも助けてもらったのも僕の方だよ。危ないところで助けてくれたのも、この姿になれたのも、全部タクマのおかげだ。僕のおかげって、何もしてないし。そんなことない。なんだかわからないけど、タクマと一緒にいたら体の中からぐんぐん力が湧いてくる。タクマ、ありがとうな。どういうことだよ、その姿になったことか。一体それってどうなってるんだ。さあ、そうだよな、お前に聞いた僕が間違ってたよ。照れるな。いや、今のは褒めてないからな。とにかくこんな変な生き物見たらみんなびっくりするだろうな。みんな、そうだ、みんなを探さないと。みんな、みんなって誰だ。ああ、僕の仲間のことだよ。いろいろあってこの近くの神社まで来ることになって、一度は全員集まったんだけど、土砂崩れに巻き込まれてみんなとはぐれたんだ。そうだったのか。とにかく一度校舎に戻らないとな。でもこんな見知らぬ土地で森の中、霧で方向感覚もわかんないや。霧？あの霧の中には入るなよ、タクマ。そりゃ好き好んで入るわけないだろ。ただでさえここがどこかもわかんないのに、またあの変なのに襲われたらひとたまりもないしな。またあんなのに襲われる可能性あるのか。なあアグモン、さっきの石の化け物ってあれ、お前の仲間なのか。突然襲いかかってくるようなやつ、僕の仲間でも友達でもないぞ。いや、ダチとか連れとかそういう意味の仲間かって聞いたんじゃなくて。第一、僕はあいつらみたいに子供を襲ったりなんてしない。いや、同じようなタイプの生き物なのかって意味で聞いたんだけど。ん？あいつら、ひょっとしてあの岩みたいなやつ以外にも化け物はいるのか。いっぱいいっぱいいるぞ。でかいやつ、硬いやつ、空を飛ぶやつ、速いやつ、けむくじゃらないやつ、他にもいっぱい。もちろんいいやつもいるし悪いやつもいる、どっちでもないやつもいる。いっぱいか。ちょっと頭クラクラしてきた。
僕、頭を打ってどうかしてるのかな。ん？どうした、タクマ？これからどうしようかなって。あの岩の化け物に、まさか全員やられちゃったってわけでもないだろう。誰かまだこの近くに僕の仲間がいるかもしれない。化け物じゃないぞ、岩みたいなやつなら。そいつの名はゴツモン。へえ、それぞれ固有の名前があるんだな。とにかく僕はこれから校舎に戻ろうと思ってる。その道すがらにはぐれた仲間を探したい。アグモンも協力してくれるか。おお、僕はタフマと一緒だ。わかった、よし、じゃあ。ああ、今のは姫？うん、人間の悲鳴だと思う。あっちの方から聞こえた。あの声、多分ミノルの声じゃないか。神社の方だな。行ってみよう。おお。やばい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 、なんなんだよあれ。なんで岩の化け物に追いかけられてんの俺。ミノルくん待って、私もう息が。葵さん、もう限界、走れない。そんなこと言ってもあいつらまだ追っかけてきてるかも。追いつかれたらヤバいんだよ、早く逃げなきゃ。葵さんも見たでしょ、あいつの突進食らったら怪我じゃ済まないって。でも私もう動けない。どこかに隠れて助けを待った方が。隠れるったって、神社の方にはあの岩の化け物がいるし、他のとこなんて。あ、祠、あそこなら隠れられるかも。ほら葵さん、早く行こう。するから、葵さんは逃げて。ダメよミノルくん、危ないわ。相手が一匹なら なんとかなるかも。ヒーローになれ。ダメミノルくん。そこまでだ。この子たちに近づかないで。え？増えた！この狼藉者め、これ以上は俺が許さん。
あなたのことは私が守ってあげる。お前たち、もう大丈夫。こんな数無理だ。置けない。行こう。わかった、タクマ。僕に任せて。こっち来るな。おい、あれ、ミノルがゴツモンに襲われてる。どうする、タクマ。のピンチをほっとけるものか。なぜ、石の塊みたいなやつだから、真正面からぶつかっても危険だ。うまくタイミングを見て。うわ、まずい、もう一匹現れた。せい。お前は大丈夫か、ミノル。あいつ、ミノルを助けたぞ。ファルコモン、知ってる、悪いやつじゃないぞ。だから言っただろ、俺は敵ではないと。疑って悪かったよ。助けて。承知、ミノルが助けを望むなら全力で応えよう。あいつはどうやら味方らしいな。だからファルコモンは悪いやつじゃないって。でもゴツモン相手じゃ相性が悪いかも。タクマ、加勢していいか。そうだな、ミノルを放っておけない。助けよう。
が手伝おう。俺が行こう。ありがとう、助かったよ。こいつとばったり出会って驚いて逃げたところにさっきの岩みたいなのが襲いかかってきてさ。ゴツモンが狙ってて危険だと教えようとしたのに、ミノルは俺から逃げるし。いや悪い悪い。すごいもんだなミノルのやつ。この生き物ともう打ち解けてる。タクマだって僕とすぐ仲良くなれたじゃん。すぐってわけじゃなかったよ。っておいタクマ、なんだそいつ。それを聞きたいのは僕の方もだって。だがどうやら敵じゃない。敵じゃないぞ。さっきも見ただろ、僕たちを守ってくれたんだ。確かに何度もそう言ってるのだがな。とにかく今はこんな見知らぬ森の中で変な生き物に襲われてる状況なんだ。仲間が増えたのは心強いよ。この調子で葵さんたちや他の仲間も探してみよう。あ、ん？どうしたんだミノル。いや、その…ごめん、俺、葵さんとは一緒にいたんだけど、さっきはその…ファルコモンに驚いて、慌てて一目散に逃げ出しちゃって、葵さんを…おい、葵さんを置いてったのか？無我夢中だったんだ、ごめん。まずいな。どっちの方向かわかるか？ゴツモン以外にも化け物はいるんだろ。多くはないが、いくつかいるのは感じるな。すぐに葵さんを探さなくちゃ。辺りにはいなさそうだし、別の場所に行ってみよう。今の声は？よかった、ミノルくんいた。
たくまくんも。あ、葵さん。葵さんも無事だったんだね。よかった。どうやら探し人は見つかったようだな。よかったよかった。もうミノルくん、どこに行ってたのよ。勝手に行ったら心配するでしょ。ま、悪い悪い、ほんとごめん。今度はみっともない姿は見せないから。ヒーローみたいに颯爽と駆けつけて解決するから。またそうやってふざけて。もう心配させないでちょうだい。ごめんで済むわけないでしょ。女の子を置き去りにして逃げるなんて絶対許さないんだから。え？ああ！なんだこの生き物。アラテか。いや、でもそんな雰囲気じゃ。待て、二人とも落ち着け。まあ、この子なら大丈夫、怖くないから。いや、今俺お尻噛まれそうだったんだけど。そんな汚いお尻なんて噛みませんよ。さっき怪物に襲われそうになった時にこのワンちゃんが守ってくれたの。葵は私が守りますからね。ワンちゃんって間違いなく化け物だよな。そもそも犬が喋るわけねえし。葵さん、なんでそれを疑問に思ってないんだ。安心して、ラブラモンもいいやつだよ。僕前から知ってる。あ、恐竜の赤ちゃん。僕アグマン。葵、よろしくね。そして俺がファルコモン。以後よろしく。よろしくお願いします。ねえ、あなたラブラモンって名前なの。そうだよ葵、これからもよろしくね。大変、あなた怪我をしてるわね。葵さん、はぐれてた間何があったの。あの後別の怪物が襲ってきたのをワンちゃん、いえラブラモンが助けてくれたんだけど、そのせいでこの子こんな大怪我しちゃったの。大丈夫大丈夫、こんな傷大したことないから。もう心配しすぎよ葵。ダメよ、ちゃんと手当てしないと。救急箱が必要ね。それだよな。やっぱ一度校舎に戻ろうぜ。今どこにいるかもよくわかんないけど。近くにあの神社があるってことは歩いて帰れる距離なのは間違いないよ。とにかく日が暮れるまでにはどうにか戻ろう。なあ、本当にここってさっきまでいたとこか。地形が全然違う気がするんだけど。え、そうなのか。さっき通ってきたトンネルへの道がどこにも見当たらないんだ。それにそもそもキャンプ前に聞いてた地形とは違うぜ。まるで全然別の場所みたいな感じっていうか。それって大丈夫なの。まずいな。そうなると校舎までたどり着けるか怪しいぞ。なあアグモン、あとファルカモン、お前たちはこの辺りのことわかるか。わかるよ。知っていることなら何でも答えよう。僕たち校舎に戻りたいんだけど。
わかんない。木でできた2階建ての建物で、人間が暮らすもので。それだったら見たことある。本当か？うん、木でできた大きい建物と広い空き地があった。豪邸か、間違いない。どこにあるんだ？どこだっけ？おい、場所なら俺がわかる。案内しよう。ありがとう、お願いするよ。お、やっと見えてきたぜ。ふむ、どうやらあれで間違いなかったようだな。うわーい、あともう少しだ。ラブラも、足の怪我は大丈夫？心配してくれてありがとう。大丈夫よ、アオイ。どうにかここまで戻ってこれたんだ。日が暮れる前に急いで行こう。それにしても、変ね。どうしたの、葵さん。ここまでの移動でスマホを何度か試してみたの。この辺り全てが通話可能エリアの外で、電話もネットも繋がらないわ。もう校舎の近くなのに。本当だ、 GPS やマップだけじゃなくコンパスのアプリもまともに動かないよ。こっちも同じだ。今はカメラくらいしか使えないか。それにさ、気づいたか？行きの時とは違ってあのトンネルを通らなかったよな。そういえばそうよね、 GPS が使えなかったから気づかなかったけど、別の道に入ったのかしら。だったら戻ってこれるのは変だって。それほど複雑な道じゃなかったのに、おかしくないか？ふむ、何か混乱があるようだが、この辺りにあれに似た建物は他にないぞ。早く行きたい。気にはなるけど、とりあえず戻れたんだしさ。とにかく今は校舎へ急ごう。やった、日没までに帰ってこれた。ここがタクマたちの学校？いや、通ってる学校はここじゃないよ。僕らは課外学習の宿泊施設として使ってるだけだけど、学校は学校か。タクマ、学校ってなんだ？勉強するところだ。授業を受けてテストを受けたりするんだよ。授業？テスト？なんだそれ。ああ、はいはい、詳しいことは後で話してやるからな。それより今はラブラモンを治療してやらなきゃ。早く中に入ろう。でもあれ？どういうことだ？誰もいないぞ。いや、いないどころか、様子おかしくねえか？本当だ。なんでこんなボロボロに。もしかして
俺たちが気絶してる間に群発地震のデカいのが来ちまったのか。ミノルも気絶してたのか。ああ、俺も葵さんもな。しかし、どうして、一体何があったの。それを知りたいのは俺の方ですよ。どうなってんだこれ。ただでさえもうじき日が暮れるってのによ。夜の校舎すら普通に怖いのに、こんな廃墟じゃ。やめてよ、私まで怖くなっちゃう。落ち着けミノル、俺がいるから大丈夫だ。そうよ、葵は私が守るわ。気絶してたのってどれくらいかな。僕は小1時間と気絶していなかったと思うけど。俺たちもそれくらいかな。スマホの時計で見る限り間違いないわね。日付も変わってないし、通信で時間が合わせられなくてもこれくらいで時間が狂うことはないはずよね。じゃあそのわずかな間に何かが起きたってことか。破壊兵器とか天変地異で朽ち果てたとか。じゃあなんで草ぼうぼうになってんだよ。確かにこれは単に衝撃で破壊された感じじゃない。長い時間をかけて朽ちていったような。気にはなるけど、今はラブラモンの手当てができればそれでいいわよ。とにかく中へ入りましょう。中もボロボロだ。床とか抜けたりしないよな。ありえなくないな。気をつけて歩こう。どうしたの。ちょっと大丈夫、ラブラモン。痛むのか。しっかりしろ。私、救急箱を探してくるわ。保健室にならそういうのあると思うから。まずは1階から探そう。
2階から声がしたけど、どこなんだ？ダグマ、こっち！ああ、間違いない。教室の中だ。行くぞ！何が起きてんの？リョウ君の前に大きなイモムシ？なんだあいつは。アグモン、知ってるか？知らない。でも怒っているようには見えないよ。あいつの名前は確かクネモンのはずだ。クネモン？その子は多分遊びたいんだよ。恐竜の化け物だ。化け物じゃないよ、アグモンだよ。化け物なんて失礼しちゃうわ。まったくだ。しゃべった。リョウ、とにかくアグモンも敵じゃないからさ、落ち着いて。 なんだよおめえ、下級生のくせに上級生呼び捨てかよ。この子、タクマたちの仲間なのか？どうやら人間のようだし、そうなのだろうが。なんだか情けないわね。こんな時でもやっぱ嫌なやつのままで安心しましたよ、リョウ先輩。うるせえ。いいか、こいつだけじゃないんだぞ、ここの化け物は。幽霊もいたし、なんかすげえでっかい化け物もこの先に。この先ってどこら辺です？もしかしてこれってラップ音とか？どこから鳴っているんだろうな。あっちか、それとも。ふざけんなよてめえ。そんなことがあるわけ。リョウのやつ、ずいぶん怯えているな。ビビりすぎて幻覚でも見てんじゃねえの？いや、確かにこの者が言うように、この建物内に怪しい気配が漂っている。マジで？そうね、嫌な匂いがするわ。一体何がいるんだろうな。なあタクマ、あっちの方、写真を撮ってみようぜ。あっち？神社の時も何か変なもんが写ったし、もしかしたらここでも写るかもしれないじゃん。ちょっとミノル君、こんな時にふざけている場合じゃないでしょ。待って葵さん、何もわからない状況だから試してみようよ。もう悪魔くんまで。わかったわ。こんな時にカメラかよ、のんきなもんだな。チッ、勝手にしろ。何か映るかな。早く試してみようぜ。